昆虫ハウス101号室ハチマルです。お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ大晦日にね、年越しライブ配信というのはしたのですが、新年明けてからちゃんと動画撮影するのが実は今日が初めてでして、ライブ配信を見てくださった方は知ってるかもしれないのですが、その配信中に見せたエリスカブリモドキというね、綺麗な色したオサムシの仲間がですね、僕3匹成虫で飼ってるんですけど、まあそれをね見せようとしたら、なんとねその中に幼虫がいたんですよ。それがこちらです。まあ、あの時は一瞬だったので2匹しか確認できなかったんですけど、今日はねその土全体を暴いてみて何匹幼虫が取れるかというのをね見せてみたいと思います。チャンネル登録者もヤシガラブロックのように水入れたら簡単に膨らんでくんねえかな。幼虫の掘り出しは用意したトロ船に土をすべて入れてから行います。お、上まで出てますね、エリスカブリモドキの成虫が。まあ、こちらの木片はね一旦ちょっと横に置きたいと思います。成虫はね一旦こちらの方で。こちらがエリスカブリモドキの成虫ですね。3匹ともまだ元気ですね。こんな感じですね。まあね、普段土を使う生き物はあまり育ててないのでね、こういった作業もほんと初めてなんですけど、まあ、三森くんのねクワカブの部屋でいろいろと勉強してますから流れはなんとなくわかります。こうね、でこの土はね成虫でまた使うんで戻していきたい。さすがに2匹ってことはねないと思うんですよ。なんか幼虫を探してたんですけど、これ卵ですね。わ、でかっ、こんなんなんだ。うわ、やったやったやった。これはどうしよう、カップにとりあえず入れるか。うわぁぁ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 、そっか餌用で入れてた、エリスカブリモドキの餌が上、まだ生きてる餌がいると思うと怖いですね。お、卵、2つ目の卵です。おお、なんだ幼虫はまだ早かったのか。基本は卵なのかもしれないですね。さすがにこれだけってことはないんですけどね。幼虫発見です。お、幼虫、幼虫だ。いましたいました、幼虫です。お、かわいい、あ、いるいるいる。おお、よかったよかった、お前を探してたんで俺は。いや新年早々めでたいな。これオープニングにね平岡の画像を追加した回がありましたよ。まあね、もうちょっともともとなんかね、レギュラーみたいなとこあったんですけどね、奴がね、マダガスカルゴキブリを手に乗せて可愛いと言った瞬間がもう決定打になりました。あの時からね。だからもう発表するのはね、このお正月がいいのかなと思って。あいつも結構とんでもない男ですからね。もともと僕ら二人でお笑いをね、コンビ組んでたんですけど、関西の方で活動してた時もあってね。で、その時エントリーしようとしてたお笑いライブが京都にございまして、まあ、その辺に平岡の実家があるということでね、前乗りして止めさせてもらえるって話になってたんですけど、なんか実家には全然ね、入れさせてもらえずに、なんか平岡のおばあちゃんが昔やってた病院、もう今誰も使ってないもう廃病院、そこのなぜか分娩室に布団が敷かれてましてね、いやお前はここで寝ろみたいなこと言われて、とんでもないやつだったな、あれは。なんで32歳の俺の寝床が赤ちゃんたちのお風呂だったのか、本当に未だに分かってない、あれ。いや、今日の撮影はね、ちょっと三森くんとかいたら心強かったんですけどね。やっぱり土を使った甲虫はね、彼の方が得意なので。三森くんも意外とカブクワ以外の知識がなくてね。この間も、
カマキリってギドラ食べるんですねって言われて、ギドラ？あいつギビアのことギドラって言ってたんですよ、ずっと。いねえ、いねえ、いねえ、いないよ。卵も幼虫も全然見当たらないですね。こちらの作業に合わせて移動してんのかっていうぐらい見つからない。え？そんなことある？元カタツムリ。うわ、元カタツムリ。お、6つ目の卵です。いやー、卵でも嬉しいですね。あのエリスかぶりもどき自体ね、育てるのが今回が初めてで、だからどれぐらい産むかとかもね、全くその相場がわからないので、どうなんですかね。でも結局産んでくれてるからね、何も生まれないよりはいいですけど。ちょっとまだ元気で産みそうなのでね、加水して再びこの産卵セットに入れていきたいと思います。ゼリーも入れてね。空いてたのか、ゼリーの食いつきがいいですね。じゃあこちらのエリスかぶりもどきの幼虫にね、早速成長に不可欠と言われるカタツムリを与えていきますか。匂いを感じ取ったのか、カタツムリに近づく幼虫。しかしすぐにカタツムリの殻の中に入るわけではない慎重ぶり。カタツムリの殻の周りにある膜を舐め始めた。餌の食いつきが悪かったので、先に生まれた先輩幼虫の食事をお見せします。ご覧のように臆さず中に侵入していきます。まあ中でどうなってるかはどの道わからないんですけどね。カタツムリが顔を出している時はなかなか侵入ができません。命がかかっているわけですから、どちらも本気です。攻めるエリスかぶりもどき、守るカタツムリ、2倍速とは思えないほどの接戦。エリスの勝利です。こればかりは相手が悪かった。そして2匹の先輩の刺激を受けたのか、後輩も頑張り始めた。あの美しき成虫まで成長してくれよ。はい、ということでエリスかぶりもどきの第1回目の暴きは、卵が3つ、そして幼虫が1、そしてライブ配信の2も合わせれば計6ですね。いや、もっと増えた方が良かったっていう意見もあると思うんですけど、やっぱりね、このエリスかぶりもどき、大人になるまでにカタツムリを2匹必要って考えるとね、これだけでもカタツムリ12いるということを考えると、まああんまり増えすぎてもなと、これぐらいでちょうど良かったんですよ。でエリスかぶりもどきのね、成虫たちをまだまだ元気で産んでくれそうでしたので、まあ、第2陣第3陣とできたらいいなと思っております。そして、ね、この子たちの成虫になったらまた動画にしていこうと思います。この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。